はい、こんにちは、作曲家の近藤薫です。本日はですね、質問にちょっとお答えしたいなと思うんですけども、僕のホームページの方に、この、動画をいろいろ見てくださっている方からですね、質問をいただきました。著作権のお話なんですけども、ジャスラックと YouTube は著作権使用において包括契約を結んでいると聞いていますが、カラオケで投稿すると NG みたいな話を聞きました。それはなぜでしょうかっていうことですね。ありがとうございます。これですね、すごくちょっとこんがらがる話なんですけども、ジャスラック日本音楽著作権協会っていう、著作権、僕らのような作曲家の、著作権をね管理してくださっている団体と、こういう YouTube とか動画配信サイトが、包括契約っていうのを結んでいて、ある程度の条件の中で、自由に使ってもいいですよっていう契約を、結んでいると。なので、例えばここでなんかこう演奏してね、既存のこう曲を演奏していても、著作権的には僕らは無償で使えるっていう感じなんですけども、いわゆるカラオケですね、その例えば第一交渉さんのダムのカラオケの音源だとか、あと既存のね、CD とか、今 CD とかあんまないですけども、 CD にオリジナル音源の、インストゥルメンタルとかね、入っていることありますよね。配信でもインストとかダウンロードできるのかな、そういうので、カラオケで歌唱して YouTube とかに上げたりすると、NG っていうね、ことで、それはなぜですかっていうことなんですけども、すごくねちょっとね分かりづらいかもしれないんですけども、著作権っていうのと、カラオケっていうのはですね、原版権っていうね、別の権利で守られているんですね。原版権っていうのはですね、そのカラオケ、音源を作るために、予算を出したところ、会社、個人が、持てる権利なんですね。なので例えば第一交渉さんのカラオケだったら、第一交渉さんがそのカラオケを入力するための人件費だとか、いろいろその機材費とかも出していることによって、第一交渉さんが原版権を持っていて、オリジナルの音源はですね、例えばアレンジャーさんだとかスタジオだとか、エンジニアさんとかね、いろんな方への人件費だとか、スタジオ代もそうですね、そういうのを支払っているレコード会社とか、あとはプロダクションとかね、が、所有してたりするのが一般的ですね。なので原版権は、ジャスラックっていう著作権協会が管理していない権利なんですね。あとね、原版権と、あと著作、隣接権なんていうちょっとね、また難しい、その原版権に関わった方たちが、持つような権利の話もあるんですけども、とにかくですね、カラオケっていうのはですね、著作権以外の権利で守られているところもあるので、いくらジャスラックと、配信、動画配信サービスが契約を結んでいようと、それだけのところのだけでは、使っていいってことにはならないってことですね。だからもしカラオケを使って、動画配信をしたいのであれば、著作権管理団体じゃなくて原版権を持っているメーカーとかプロダクションとか、個人の方とかっていうところに許諾を得なくちゃできないってことですね。これがすごく紛らわしいところなんで、よく知らずに間違えてね投稿しちゃってる人もいるんですけども、ここをしっかり覚えておくと、良いと思います。ちょっと自分の話でね、例を出しますとですね、僕のセカンドシングルにハロー&グッバイって曲があるんですね。これテニスの王子様っていうアニメのエンディングにもなっている曲で、僕が作詞作曲して歌も歌って、アレンジも、自分でやっている楽曲なんですね。それだけ自分でやっているのに、これに関してはですね、レコード会社から、レコードメーカーからリリースした曲ということもあるんですけども、ここで僕がギターを持ってきて弾き語りで歌うのは権利的には問題ないんですけども、自分がアレンジした自分が作った曲でここで再生して、そのカラオケを再生してここで歌唱をしてしまうと、それは原版権的に NG ってことになるんですね。ちゃんとレコードメーカーに自分の曲なのに許可を取らなくちゃいけないっていう、不思議な現象があります。それなぜかというと、僕がその仕事をした時に、アレンジとかもやった時に、レコードメーカーからちゃんとそのギャランティーっていうのをいただいていたりとか、そのアレンジ音源を最後の形に持っていくために
入ったスタジオのスタジオ代とかをそのメーカーが出していたりするんで、僕が作業はしているんですけども、原版権はレコード会社が持っているっていうことになるんですね。はい、というわけで、もしくはカラオケを使ってね、配信どんどんしたいって方はですね、その原版権所有している会社に連絡して、許諾を取る。まあその時に、まあ大抵は許諾使用料みたいなのがね、申請されることがありますが、ただ何も言わずに使ってしまってはダメなので、もうどうしても使いたい場合は連絡して、許諾を取るように、してみてください。はい、ちょっとね、難しい言葉がたくさん出てきて分かりづらかったかもしれませんが、ぜひまたなんかね、分かんなかったら質問とかコメント欄とかに、書いていただければ、自分なりに、ちょっとね回答したいと思いますので、お待ちしております。はい、本日のお話は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。